うもお疲れ様です。ババログです。ちょっとまた暑くなってきて夏物片付けたのにやめてって感じですが、9月に先走って2日かけて大々的に行った衣替えの動画を紹介したいと思います。とにかく服が多すぎて何を持っているか把握していなかったので、まず全容を見るということから始めて、着ないものは一斉に処分して、クローゼットは1軍だけのワードローブに厳選してみました。これをしたことによって、これから秋冬に何を買い足せばいいか無駄なく買い物ができ、今回やってよかったなと思ったので、これから衣替えをしようと思っている方の参考になればと思います。最後にこれからもボディレードに使う残った一軍たちを紹介していますので、興味のある方はぜひ最後までご覧ください。それではスタート。まず持ってる洋服を季節アイテム関係なく全部出します。春夏秋冬と分けずに、とにかくもう全部です。あと、とりあえずパンツカラーとかニットカラーとかもやめて、収納ボックスとかに畳んで入れてるものもラックもまとめて全て全部出してしまいます。なぜかというと、季節をまたいで着れるものが意外と多かったりするし、ボトムトップスと分けて整理すると、後々他とコーディネートができない一匹狼になるものを残してしまったり、逆に使えるのに捨ててしまったりしちゃうので、とにかく持ってるものの全貌を見て、これとこれを合わせるから残すというふうに、いろいろコーディネートを考えながら断捨離していくとまた楽しいです。まず全部を出して全体を把握してから捨てるもの残すものと考えるのがおすすめです。次に大まかに着る、捨てる、保留と分けて整理をしていきます。出して分かったんですが、夏物のトップスが収納ケース3つも引き出しを埋めてたんですけども、この夏全く着てなかったものが結構あって、もうびっくりしました。着たらよかったなって思うものが数点あったので、最初は甘やかして保留にして、何年も置いているちょっとだけ高かったロゴ T シャツもインナーのロゴ店で結構活躍してくれてたんですが、黄ばんでたり襟もダルンダルンになってたりするので、思い切って処分しました。ロゴ T シャツはお気に入りのタンタンのものだけにして、 T シャツは全部で10点ほどに絞りました。一番多かった T シャツは、なんかまだ着れるしと状態良ければ置いてしまっていたユニクロと GU になるんですけども、これは毎年同じものが出るので、今回からワンシーズンだけ着て、あとは捨てることにしました。 T シャツも着なくなったらパジャマとか雑巾にできるし置いとこうと思うかもしれませんが、パジャマってだいたい2つあれば済みますし、そんな雑巾の予備はいらないと思うんです。ほぼタンスの肥やしで終了になるので、何かの代わりになるから置いとこうはほぼ出番がないので、思い切って捨てましょう。私が捨てるポイントにしたのはこちらになります。一番厄介な昔痩せてた頃に着てたものや、痩せたら着るって思って置いてるものはもう捨てることにしましょう。何年痩せずに置いてんねんって感じだし、本気で痩せたら大事に置いてた1点より、痩せてから買いに行った方が似合う服がいっぱいあると思うので、自分のご褒美として新しい服を買いに行った方がいいと思います。痩せてた頃に着てた服とか過去の栄光は何に関しても忘れた方がいいと思います。40代の言う若い時も出てた痩せてた自慢は、いやもう完全に知らんがなって感じです。はい、翌日になりました。今まで IKEA に行ってはウッドの8本入り499円のハンガーを安いからと思って買っていましたが、厚みがあったので場所を取るので全部薄いものに変更してみました。新しいハンガーは Amazon で50本入り2500円のものがあったので、こちらに入れ替えました。ウェルアで滑り止め防止にもなっていて意外と良かったです。スペースが空いてラックにかけれるものは全部かけることにしたので、3コインズで3本300円のワイヤーハンガーを買いに行きました。
ボトムはシワにならないものは収納ケースに畳んでしまっていたのですが、見ないと存在を忘れるので全部かけていつでも見えるようにしました。半分畳んでいたのでボトムハンガーが足りなくなって、追加で3コインズで大量購入することになってしまいました。いろいろやってるとだいたいポケットからなくしてたものが出てきますよね。わっ、1個出てきた。何じゃこりゃ。今回の衣替えで3コインズに何度か行っているうちに、優秀な便利グッズがたくさん見つかり、他にもいろいろ買ってしまいました。また機会がありましたら YouTuber らしく紹介しようと思います。プチプラのものに関してはもったいないから知り合いに欲しい人がいたらあげようとか、メルカリに出そうとか思わずに、あなたがいらないものは他の人もいらないと思って潔くすぐ捨てましょう。一回見てもらってからとなると、また数日置いとくことになり、やっぱり捨てんとこうかなと優柔不断が発動して決断が無駄になるので、目の前からすぐ消滅させるのがポイントです。それでは残った一群を紹介していこうと思います。パンツでは、今は日本から撤退してしまったトップショップで買ったこの2本のパンツは捨てられません。再度フリル付きのパンツは探そうと思ってもなかなか探せないのでずっとキープしています。ショッキングピンクのパンツも使えるので置いています。あと古いものでは、このザラのゴールドのパンツ、6で買ったサテンのパンツとコーデュロイのパンツ2本、それとこれも古いんですがコスのガウチョパンツもまだまだ重宝しています。スカートは A ラインのロングスカートが結構好きみたいで、ほとんどが A ラインのスカートになっています。キルティング系のデザインは今年ブームが来ているので、もちろんキープしています。ノワール K 二宮は冬のセールで買ったんですが、これがこの間ユニクロセオリーで出てたプリーツラップスカートとかなりそっくりなので、逆にユニクロコーデで代用できるかなと思っています。こちらのコスのスカートもどんぐりっぽい形が可愛くて、結構気に入って長年持っています。あと私にはなくてはならないヒョウ柄のスカートはもちろんキープしています。続いてデニムですが、デニムは本当に同じようなものばかり買ってしまってたので、サイズが合わないものは全部捨てることにしました。薄すぎず濃すぎずの適度なダメージ感が好きみたいで、結構それで同じようなものばかり買ってるみたいです。去年アウトレットで買ったマルジェラのペインターパンツはジッパーが自然と開くアウトレット品でしたが、よく履くので置いています。よく登場するザラのピスタチオカラーのパンツも着回しがかなり効くので捨てることができません。美脚効果絶大なザラのデニムフレアは手っ取り早くスタイルがよく見えるのでよく使っています。私はデザインのあるシャツが結構流行るのでシワクチャになりますが、プラス J のシャツはとりあえず置いておくことにしました。これはちょっと丈が短くてデザインが古いので捨てるかもしれませんが、ほんわりとした袖コンシャスなシャツもとりあえず取っておくことにしています。デザインのいいシャツは今は結構高いので、とりあえず気に入っているものは今回はキープすることにして、いいのが見つかったら入れ替えて捨てることにしました。薄
手のニットは畳むとシワになるので今回はかけることにしました。去年買った堺のヒョウ柄のカーディガンは毎日着るぐらい気に入ってたので今年もガンガン着ようと思います。 H&M とトーガンのコラボもそろそろ着たいところですけども、ちょっとまだ暑いですね。最近ザラで綺麗なピンクのニットがあったのでこちらも購入しました。また来週にでも紹介しようと思います。ブルゾン系はカジュアルなものが多いです。唯一のレザーは10年前ぐらいにパドカレで買ったものですが、一生着れるぐらい合わせやすくて毎年着ています。このフリースは3年前のユニクロとエンジニアードガーメントのコラボです。軽くて薄い羽織物として使えるザラのシースルーブルゾンとユニクロのオーバーサイズデニムジャケットは今の時期ちょうど羽織物として使えるので置いています。ダウンベストというアイテムをアクセントで使う可能性もあるので高見えするこの GU のものを念のため置いています。一番お金がかかりそうなコートですが、毎年プチプラのもので済ませてしまっていて、いいものを全く持っていないので、今年こそはマッキントッシュのゴム引きのコートとか欲しいところです。コートの前にワンピース1点だけ紹介したいと思います。これは本当に 100% 似合うので捨てられないザラのボヘミアンワンピースです。ボンボリがついていて凝ったデザインで、私的に一番パーフェクトなデザインのワンピースになっています。こちらのザラ2点は今年の冬と夏のセールで買ったものです。太極拳するみたいなベロアのコートはまだ着てないのでこれから使えるので楽しみです。あ、これは私が持ってる中で一番高いものなんですが、去年ノースフェイスとコラボしたマルジェラのマウンテンパーカーになります。これはどうせ外れると思って応募したエディションでの店頭購入に当たってしまって、1対1の接客で時間制限ありだったので、なかなかじゃっと言って帰れずに見栄を張って買ってしまった商品になっています。丸くてとにかく変なデザインで、すぐ寒くなって冬は着れませんでしたが、春先にかなり着れたので意外と買ってよかった一品になっています。今までのプラス J の中で一番気に入っているのがこのダウンかもしれません。唯一柄物で持っているのはこのザラのセールで買ったチェックのものになります。トレンチはゆったりめのユニクロ U のものと AP スタジオのトレンチになります。コーデュロイのザラのロングコートは中にユニクロのウルトラダウンベストを着て真冬も着てたりしました。スタジャンっぽい襟のコスのロングコートは他にはなかなかないデザインなので気に入っておいています。コート類はとにかくベージュ系のものが多かったです。秋冬は中に着るものが暗い色が多いのでベージュをいつも買っちゃう感じになっています。最初の方動画でも言いましたが、 T シャツはタンタンのロゴ T シャツとジェームスパース、あと気に入っている絵柄の T シャツのみにしました。スウェットとニットも、伸びてたり傷んでたりするものは全て処分して、毎年買ってるユニクロのカシミヤのニットは好みの色が出ない限り今年から買わないことにしました。以上、今回徹底的に2日かけてした衣替えの模様でした。やってよかったのは全部出すことによって持っている洋服の把握ができたことでした。物欲の秋が始まりますが、洋服の見直しができたことによって気に入ったらすぐ買うモードに入ってしまう私ですが、持ってるのと似てるからいいかとブレーキをかけることができ、それによって無駄なものは買わずに今年はあれが必要だなと必要なものにお金をかけることができると思います。私のクローゼットは例えるならば老舗のタレという感じで、昔からのベースの味に新しい調味料を継ぎ足してはいくけれども、味は変わらず老舗の味を守っているといった感じだと思います。11月になるまで秋はなかなか来ないかもしれませんが、衣替えがまだの方は参考にしていただければと思います。物欲は抑えられてもミニマリストにはどうしてもなれないので、これから足りないものをどんどん買っていきたいと思いますので、どうぞご安心ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。